ペロポネソス戦争、ペロポネソス戦争、ペロポネソス戦争、紀元前431年紀元前404年は、アテナイを中心とするデロス同盟とスパルタを中心とするペロポネソス同盟との間に発生した古代ギリシア世界全域を巻き込んだ戦争である。紀元前435年、コリントス人により建設されたギリシア北西部の植民主ケルキュラ、 当時はすでにコリントスと離反を母氏とする植民地エピダムノスは打ち続く内紛と周辺民族との交想のために必死内部の仲裁と兵隊の援助を母氏ケルキュラに求めたがケルキュラ人は何の援助も与えなかった困窮したエピダムノスはコリントスに救援を要請しこれに応じたコリントスが守備兵と死生官を派遣し植民者の攻防を始めると激高した ケルキュラ人はエピダムノスへ進行。エピダムノスを行為の後、陥落させ、各地のコリントス植民地に対して、略奪を繰り返した。報復の機会を伺うコリントスの軍備増強を、恐れたケルキュラは、アテナイに援助を求め、紀元前432年これを遠からず起こるだろう。タイペロポネソス同盟戦の戦力増強の後期と見た。アテナイが応じて、縁を送り戦闘となった、シュボタの海戦。 翌年、ギリシア北部にあるコリントス人の植民地ポテイダイアが、アテナイの武装解除要求を拒否して、デロス同盟からの脱退とペロポネソス同盟による保護加盟を求めたことに関して、アテナイが軍を派遣して包囲、一部のコリントス人が個人的に救援したポティダイアの戦い。これらの事件により、アテナイはコリントスと対立することになる。この頃、アテナイは、 ペロス同盟の覇者として、英華界に派遣を確立し、霊俗主や軍事力を積極的に拡大していた。これに対し、自治独立を重んじるペロポネソス同盟は、アテナイの高戦的な拡張政策が、全ギリシア世界に及ぶ事態を懸念していた。これらを背景として、勃興する派遣主義勢力と旧来の自治独立の、イデオロギー対立が、ポリス間の権益や、 秘訣闘争と結びついた結果、デロス同盟対ペロポネソス同盟という代理戦争的構図が作ら、紀元前432年にペロポネソス同盟会議は、アテナイ軍のペロポネソス同盟士に対する略奪や侵略を和訳の破棄とみなし、アテナイとの改戦を決議した。翌紀元前431年5月、スパルタをアルキダモス二世率いるペロポネソス、 同盟軍によるアッティカ侵攻が開始された。対するアテナイは、ベリクレスの提案によって、城塞外に居住する市民すべてをアテナイとペーライウス港及び両者をつなぐ二重城壁の内側へ退避させる、牢城策を取り、海上よりペロポネソス同盟の本国などを攻撃する作戦を取った。ところが、エジプトリビアペル社領、エーゲ海東部で流行していた薬病が、アテナイでも、 発生、市内の治安が乱れ、盗賊が横行した、紀元前429年までに、市民の約6分の1が病死した。しかし、会場における、アテナイ軍の優位は変わらず、紀元前425年路において従来決して、降伏しないとされていたスパルタ市民兵120人を、含む292人を捕虜とする勝利を収めるなど、多くの戦果を得いた。 ペロポネソス同盟軍側は、停戦を申し入れたが、ペリクレス死後、抗戦的な民衆を抑制できる指導者を書いた。アテナイはこの申し出を拒否、戦争続行の構えを取った。しかし、選挙区は、次第に、ペロポネソス同盟側へ傾き始め、ペロポネソス同盟軍が、ボイオーティアやトラキアにおいて、勝利を収める。ところが、紀元前二十二年にスファクテリアの勝者で、 アテナイの高戦的指導者クレオン、同じく主戦派のスパルタの将軍ブラシダスが、トラキアノで共に戦死した。和平を望むアテナイの将軍、同じく和平を望むスパルタをプレイストアナクス主導の、元で、翌紀元前421年に、アテナイ、ペロポネソス同盟間で和平が成立した、ニーキアスのは訳。しかし、両国境に決定された領土の返還事項を守らず、 ニーキアスの和平が戦争を完全に終わらせるには至らなかった。紀元前415年にアテナイは主戦論を唱えるアルキビアデスの主導でシケリア遠征を決定し、これによって戦争が再開されることとなった。しかし、シケリア遠征は被害の距離を無視した無謀とも言える遠征であった。同年にシケリアの戦局がアテナイ側不利に傾き始めたのを機に、 ペロポネソス同盟は、アテナイへの穀物の供給地として、主なを占領した。大兵力を投入したアテナイ軍の二次に及ぶ、シケリア遠征軍が壊滅、失敗に終わったことにより、デロス同盟の非支配しから離反が相次ぎ、情勢はペロポネソス同盟優位に傾いていった。アテナイは予想外の耐久力を発揮し、以前英華界でペロポネソス同盟と渡り合った。 アテナイはいくつかの海戦で勝利を収めるものの、大勢は決して折り逆転するには至らなかった。紀元前405年、今日のトルコ領、ゲリボル半島を流れるの川口付近でアイゴスポタモイの海戦が勃発した。この海戦では、食料調達のために上陸し、休息を取っていたアテナイ軍をリュサンドロス率いるペロポネソス同盟軍が吸収し、勝利を収めた。この勝利により、 国会方面の政界系を完全に、ペロポネソス同盟が掌握、同時に、アテナイ市への食料供給路を断った。翌紀元前404年には、アテナイ市が包囲され、アテナイの降伏をもって、戦争は終結した。戦争の結果、デロス同盟は解放され、アテナイでは、共和制が崩壊して、スパルタ人指導のもとに、加藤派政権、三十人政権が発足し、 恐怖政治によって粛清を行った。だが、九ヶ月でトラッシュブロス率いる共和制派勢力が三十人政権を打倒し、政権を奪取する。共和制政権の下では、ペロポネソス戦争敗戦の原因となったアルキビアデスや三十人政権の指導者のクリティアスラが弟子であったことから、ソクラテスがアリストパネスラによって球断され、公開裁判にかけられて軽視した。 紀元前401年の同時期、アケムネス・アッサ、ペルシアでは、アルタクセルクセス二世と、小キュロスの間で、後継者争いのクナクサの戦いが起こった。この戦いに参加したクセノポンは、アナバシスを記した。アテナイは、デロス同盟の支配者たる地位は失ったものの、有力ポリスとして存在し続けた。ペルシア帝国のギリシャ地方支配に対抗したスパルタに、対して、 ペルシャ帝国は敵対するアテナイやテーバイ、後にはコリントスなどのスパルタと敵対するポリスに資金支援を行い、諸ポリスが合唱連行を繰り返してスパルタに対抗した。例えば、コリントス戦、大王の和訳。紀元前379年にようやくスパルタがギリシャと英華界における覇権を握ったが、海上交易のもたらす富が市民の間に貧富の差を生み、 主に自作能から構成された兵役を担う自由市民が700名程度にまで減少したため、出実貢献を胸とするは打撃を受けた。紀元前378年、アテナイがデロス同盟に代わるを再び結成した。ギリシア世界がで慢性的な戦争状態に陥り、徐々に衰退する一方で、アテナイは紀元前375年のでペルシア軍を打ち破り、 海上の覇権を取り戻した。紀元前371年、スパルタ軍は、レウクトラの戦いでエパメーノンダスに率いられた、テイバイ軍に敗北し、ギリシアの覇権を失った。一時的に覇権を握った、テイバイも、紀元前362年にマンティネイアの戦いで、エパメーノンダスが戦死すると覇権を失った。紀元前357年にテバイとアテナイの間でが勃発し、 紀元前356年には、定売を中心とするアンフィクティオニア評議会、リンポ同盟とホキスを中心とするアテナエスパルタ連合軍の間でが凝った。紀元前355年に同盟史戦争は、同盟史の勝利に終わり、第二回海上同盟は崩壊。紀元前346年に第三次新生戦争もリンポ同盟が勝利し、 マケドニア王国のフィリッポス二世への影響力が強化され、紀元前347年にプラトンが死去し、アリストテレスが故郷のマケドニアに帰国して、アレクサンドロス三世の家庭教師になったことも、この後の歴史に大きな影響を与えた。紀元前338年のカイロネイアの戦いで、マケドニア王国に当てないテバイ連合軍は敗北し、マケドニアの派遣が成立した。 こうして、ギリシア世界は、マケドニアの支配下に置かれることになったのでる。スパルタだけは、マケドニア主導のヘラス同盟、コリント同盟に加わらず、後に、アギス3世が反マケドニアの兵を起こすも、紀元前331年のメガロポリスの戦いで、敗れた。紀元前336年に、フィリッポス2世が暗殺されると一時的に、ヘラス同盟は、混乱に陥ったが、 アレクサンドロスが権力を掌握。紀元前334年にアレクサンドロスはペルシア戦争以来の宿敵ペルシアを倒すためにマケドニア軍を率いて統制に乗り出した。トゥキュディデスはこの戦争が歴史的な戦争になることを予感してその天末を書き綴り、それは後に戦士として結実する。しかし理由は不明だがトゥキュディデスの筆は 紀元前411年の記述止まった、それ以降も彼は生き続けたので、この断筆を彼の死と直接結びつけるのは早計であるため、後にクセノポンが中段部分から筆を起こして、紀元前362年までを記録したギリシア史、ヘレニカともを表し、戦争の記録を完成させた。トゥキュギデスはアンフィポリスをめぐる戦いに指揮官として参加したが、敗れ。 責任を問われて20年の追放刑に処せられた。このためスパルタの支配地にも登入したことがあり、双方を客観的に観察することができた。なお、哲学者のソクラテスも一兵卒として、この戦争に参加し、デリオンの戦いでは、味方が、そう崩れになる、中最後まで奮戦した。彼の奮戦の様子を、弟子のプラトンは、著作において述べている。だが、 戦争への参加にもかかわらず、アルキビアデスやクリティアスをはじめとする彼の弟子や関係者が戦争とその後の混乱の原因となったことで民衆の反発を招き、後の軽視の一員となった。紀元前362年のマンティネアの戦い以降の歴史は、ティオドロスのやアディアノスのアレクサンドロス統制期等の記録から知ることができる。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。